はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、城之内勝也です。さあ、本日なんですが、まあ、クシャトリラがね、診断で強化されましてですね、クシャトリラが強化されたっていうことは、まあ、大体レベル7のデッキっていうのが強化されてるわけですよ。ブラックマジシャンであるとか、今回はレッドアイズ、これ持ってきました。はい、まあ、以前ね、クシャトリラ、まあ、パーピアスがない状態の時も一応組み合わせて使ってたんですけども、まあ、パーピアスが来たことによってめちゃくちゃ展開できるようになりました。はい、まあ、普通にそのユニコーンが一番初動で、まあ、いつもの通りのね、シャングリラとアライズハートみたいな展開ができるのと、あと、組み合わせ初動になるんですけども、例えば、ブラックメタルとユニコーンみたいな、ね、こういうハンドの時にね、めちゃくちゃ強い場面できるんだよね。レッドアイズフレアメタルドラゴンがめちゃくちゃいっぱい並ぶっていう。これフレアメタルをね、今回はエースモンスターに設定してるんですけども、これめっちゃかっこいいよな、このモンスター。マジで。イラストだとほんとティアーゴッドなんだけど、これは、効果で破壊されないっていう素材を持ってるとね、耐性と、あと相手がなんかカードの効果発動するためになんか500ポイントのうんこを投げつけるっていう効果があるんですね。だからこれをね、3体並べるとカード発動するために、1500ポイントの、大ダメージを与えるというガチでやばい動きができるんで、今回はこの先行でこれを3体並べていく動きを目指していきたいというふうに思ってます。で、フレアみたいなのにね、横に、展開力結構すごいから、レベルならめっちゃ並ぶんですよ、このデッキ。だから、フレアみたいなとか、あとボルギニゲッシュとかね、こういうモンスター、まあ、ちょっとエクストラが足んなくて、ちょっとあんま入ってないんだけど、他には。こういうモンスターも、入れられます。まあ、一応未来利用とかも、出せるんだけど、ちょっと枠がなくて入れられません。はい。早速ね、ユニコーン、ムーブを、絡めたレッドアイズデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。割と手札強ない？これ最強と言っていいハンドなんじゃないの、もはや。クシャトリラユニコーン、ユニコーン、ユニコーンで、パーピアス持ってくる。ちなみにこのユニコーンっていうセリフがガンダムユニコーンのセリフだっていうことは知ってるんですけど、僕別にガンダムユニコーンを見たことはありません。大変申し訳ございません。これちなみに理想ハンドっすね。一応ユニコーンプラスブラックメタルが、一番強い動きできるハンドで、まあ、妨害がなければなんですけど、これはですね、レベル7をね、無限に並べることができます、横に。マジで、本当に無限に並べることができるんで、ちょっと、その動きを見せていきたいなと。思います。じゃあ、ニビル、食らったら泡吹いて倒れるんでよろしくお願いします。ストライカードラゴンを、除外して、でレダメ、これね、エラッタ前のね、レダメ僕昔使ってた時はね、ドラゴンリンクが守護竜が来た時、当初ぐらいの時に結構ドラゴンリンク好きで使ってて、そん時はねめちゃくちゃお世話になったんですけど、今やもうなんかこの動きするぐらいしかあんまりね活躍の場所がないという話ですよね。昔はね、レッドアイズ、ダークネスメタルドラゴンにターン1がなくて、名称してるのね。ターン1がなくて、なんか無限にね、レッドアイズを、ダークネスメタルを蘇生すると、墓地から必ずドラゴン族1体増えてたんですよ。その動きがガチで強くて、本当に世界終わらせる展開がね、先行を通るとね、手札1枚とかからできてたんですけど、手札1枚から6妨害みたいな、簡単にね、できてたんですけど、今なんか過去のドラゴンリンクとか使ったら、ビーステッドとか増えてるから、さらに貫通力上がってガチでやばいんじゃない、まあ、そもそもアガーペインが許されない効果してるからね。まあ、未だにね、禁止カードになってるんですけど、一応 LP だけは、今許されてて、で、LP じゃん、ピスティか。ピスティだけ。LP とアガーペインが許されていないという感じなんですが、まあ、あの時はエクリプスバイバーンとかも生きてたから。はい、と言いながら、ワレット普通のこれはまあなんか黒金流から普通にドラゴンリンク展開をする時の動きなんですけども、スリー、あ、違う、先こっち行かないと、守護竜ピスティをリンク先に出しておかないと、あぶねえ、積んでた、あぶねえ。で、はい、これ家ちょっとエクストラがね足りなすぎて、デリンジラスドラゴンとかそういうの入れられないので、まあ、ちょっと今回はスリーバーストを、採用していまして、で、レッドアイズブラックメテオドラゴンの効果、レッドアイズを落ち送りながら自身を特殊召喚していく、これレベル7になれるんで、これ非常に強いと。ピスティ効果で、黒金竜を引っ張ってきて、これドラゴンリンクだったらお前バレルエッド出せやみたいな話あるんですけど、ちょっと諸事情によりですね、私はこの
レッドアイゼッキはね、ゾウのうちくんなんでダークネスメタルクを出します。はい。そして、ブラックメタルドラゴンを、ブラックメタルに装備しまして、で、パワーピアスを打ちましょう。もうこっからはエクシーズしかしないので、パワーピアス出しても、ちなみにパワーピアスは打った後、エクシーズしか出せないんですよ。だから、リンクするんだったら先にリンクしてから、じゃないとダメなんで、まあ、これはスキアクロークシャトリアとかと一緒ですね。はい。先にリンクして、で、最後にもう、リンクしないやってなった時に初めてパワーピアス打つみたいな。まあ、そんな感じです。はい。で、ライジングハーツを持ってきまして、スケクシャドビーでもいいね、これね。でも、さすがにライズハートか。はい。先にライズ出すか。ライズハート出して、よいしょ。な、もういきなりレベル7かな。これで、まあ、4体並んでるわけだ。そう、もうこの段階でね。この後でちょっと回収するわ。で、レッドアイズ、フレア、メタルドラゴンとかいうぶち壊れモンスター爆弾させていくわ。こいつはちなみに、相手がカードを発動すると500バーンを与えるというね、最強モンスター。こいつをですね、今回は無限回並べていこうと思ってます。こいつをちなみに、理論上5枚くらい並べることができるんですけども、盤面が足りません。盤面足りなくて、ちょっと無理なんだけども、まあ、とりあえずちょっとレッドアイズをお持ち送って、これはファングかな。でですね、レッドアイズフレアメタルの恐るべき効果。オーバーユニットを1つ使いながら自分の墓地の通常モンスターを特殊召喚できるという効果がありまして、ここでレッドアイズブラックドラゴンを蘇生していく。超激レアモンスターだぜ。取ってつけたように言いました。で、レベルのモンスターが2体でオーバーレイエクシーズ召喚、激レアモンスターだぜ。効果発動。さらに通常モンスターを、墓地に送って激レアモンスターだぜ。激レアのくせに、ね、一旦に何回出んだみたいな話あるけどな。で、もう一発出していく。で、これでトリプルフレアメタル。トリプルフレアメタルいきました。相手はカードを発動するために1500バーンを食らってしまう。そういうデッキです。そして、レッドアイズブラックドラゴン、超激レアモンスターだぜ。そして、ダークネスメタルの効果。さらに、レベル7モンスターを特殊召喚。これはアブソルーターでいいか。あと出召喚して、そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。ああいけ。これでね、本当はねブラックメタルを出したいんですよ。できれば。まあちょっと残念ながらブラックメタルは3枚しかいらないということで。これ普通にドラゴンズバインドも引いてるのクソが暴れたなこれ。さすがにねファンデッキって言いながらドラゴンズバインドを打つのどうなのかなっていう話あるんですけどね。エンドフェーズですね。ボロニガシが一応表側のカード破壊できるんで。これあれだな、ドラゴンズバインド普通に打ってもいいですね。だからここね、ドラゴンズバインドを、まあ、ちょっとファンデッキという意味合いだ と、 ちょっとドラゴンズバインドとかいうカードは発動するとちょっとお友達から嫌な顔されると思うから、まあ、これはねちょっと正直やりすぎ。あ、オッケー、ブラックマーシャン、オッケー、了解。これやりすぎなんでね、ちょっとあんまやんない方がいいです。だからドラゴンズバインドとかいうカードは普通だったら多分これ打つと多分、まあ、世界が終わってるから。さあ魔導陣ですね。なるほどですね。 OK です。まあとりあえず500バーン、500バーン、500バーン。うぜー。あと何回だ相手。6500、3回くらいかな。3回くらい、4回か、4回使ったら死ぬなあいつ。まあ、こちらにフリーチェーンで表側のカードを破壊できるっていう効果ありまして、でこれで黒の魔導陣の効果を、無効化実施していくと。パリーン。ユキ君、ちょもう何もできなそうだな。ちょっとエンドフェーズにドラゴンズバインド開くか。一応開くなって言ってたのにな。ちょ開くわ。ちょっと分からせるわ。まあ、いいや、もうお友達、お友達やめよ。あいつとお友達やめまーす。これで永遠の魂とかでもまあもう出せないという。ことですね。2500なんでナイツで、ダークネスメタルの効果によって自分の墓地から、レッドアイズダークネスメタルを特殊召喚していく。はい、バトルフェーズかこれ普通に。はい、さあ相手何も手数出ませんでしたけども、あの伏せカード何なんでしょうか。まあ、伏せカードが何だったとしても波紋のバリアだけやめて。はい、対戦ありがとうございました。これがね城の内ルーシ、使用料徴収デッキです。あー、まあ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 、ハッピーセット引いてるから、まあなんとかなるかな。これちなみにクシャトレラが多すぎてドローフェーズに投げます。
裏やめてください。通りました。よし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 くしゃ取りが多すぎてマジでドローフェイズで投げる芸になってる。あれを増重を。さあ圧倒的最強カードハルウララ発動して相手のパライゾス、まあ、多分パライゾスだよね。これパラネットパスファインダー入ってるってことは、よし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 、いいぞ。こちらに俺は引いている、俺はユニコーンを引いている、俺は持っている男、シャトルやユニコーンを特殊召喚。はい、さあなんかあるね。なんかシャトルやユニコーンの効果を発動していく。さあクシャトルユニコーンの効果によって魔法カードを1枚手札に加えることができるか。あーなんかわかんねえな。ウララだってウララだったらなんか打ってそうな気しないでもないけどね。まあ、ここに打てばいいのか、ウララだったら。さあパービアス発動、デッキから特殊召喚。これウララって言われたら一応エクストラ抜いて、ユニコーンビート始まる。なるほどなるほど。なんか一生光ってんだよな。なんだろうあれ、無限法要でも多分打ってるよね。どうなんだろうね、待つパターンもあるか。一応ちょっと分かりません、分かりません。ライズハート持ってみましょう。で一旦シャングリラ出しに行きましょう。さああのクセカードは一体全体なんなのね。いてぇちょっとフェンリル出せるわ。フェンリル出せるから行くわ。あ、いいか、いい、展開、展開できんじゃねこれ。あれ、あ、増殖数値、そこで確かに、まあ、確かにユニコーン一緒いたからあれか。エクストラ抜かれたくねえってことか。あまりにも遅すぎる増殖する G のタイミング。なるほどね。え、これランクならアタック足りねえんだよな、これ。とりあえず除外だけはするわな。え、これアタック足りない説。バースとか除外したくないな、ユニコーンでいいか。アタック足りない説あるな。ちょっと待って、エクシーズしてなんか足りるかな。いや、足りねえな、エクシーズしても。入ってないんだよな、なんか。モンスターが基本的に、相手の4000取るみたいなモンスター。100足りねえ。100足りない。あ、じゃあさ、これ分かったわ。これバトルフェーズ入ってさ、分かりました、バトルフェーズ入ります。最強カード出せばいいです、これ多分。はい、でメインズ入ります。レベル7に対してオーバーレクシーズ召喚。お前カード使ったら500円払えよお前カード使用した瞬間に500円払え。何しろお前のライフは残り100だねえ、にちゃあ、ちなみにサンダーボルトも効きません、これ。レッドアイズ、フレアメタル君、最強なんで。破壊されないから。はい、神ゲーよしよし、なるほどね。このハンドだと、まあ、普通にドラゴンリンクの展開するしかないかなと。まあ、ドラゴンバッジバインドの強いな、これ、すぐ。一応黒金竜、あのだ、何これ、ブラックメタルドラゴンか。ブラックメタルドラゴンっていうあのモンスターが一応1枚初動になってまして、普通にね、これあのドラゴンリンク展開できるんですよ。はい、なんかあのドラゴンリンクってほら、なんかセイファートとかからあの1枚初動してくるじゃないですか。あれと一緒でレッドアイズ黒金竜も、元々ね1枚初動になってまして、これ、まあ、今採用してる人はあんまいないかもしれないけど、ビーストとか採用してて、いる、いないかもしれないけど、まあ、パーツ結構重いからね、レッドアイズは。割と、昔はね、この動きしてる人結構いましたよ。はい。まあ、それをちょっと、まあ、今回のレッドアイズデッキにも入れてるみたいな感じなんですけども、レッドアイズ、モンスターを、サーチして、これが、特殊召喚できるようになってるんで、レッドアイズブラックメタルドラゴンくんが、これがね、めちゃくちゃ優秀なんだよね。で、竜の警告発動して、これ何してないのこれ。抹殺かこれ。抹殺だろこれ。なんか抹殺してるっていう、なんか結構やばいムーブするけど、ごめんね。まあ、これしかないんだよね。で、アブソルーター落として、で、アブソルーター効果で、バレット持ってきて、
で消火器使っちゃってるからリボルブタセクター発動して、でセクターの効果で手札から出すと、あ、これ引いちゃってでも一応リチャージャーが、まあ手札から一応2体まで出せるんで、あの引いちゃってたらまあその2体出せばいいっていう話あるから、まあリボルブタセクターがサーチ機だったら無理なんだけど、でここでリチャージャーを特集で、一旦ピスティ出して、はいと、でこれ今ね、リンク先が向いてないんで、これからスリーバースショットドラゴンが活躍するんだけど、レッドアイズ出す、でこれでこっちをこれと一緒に出す、これでスリーバースと、だからね、レベル4もね残しとかないとね、あれなんだよね、あのサベージが出ないんだよね。なんでピスティ効果発動して、もう一回これ、黒金出して、でここで、リンク5作っていくと。まあちょっとこれね、レッドアイズとかいうね、あの通常モンスターをデッキの中に入れないといけないから、さすがにみたいなとこあるんだけど、でバレルエンドで黒金いる効果で、インサイツ持ってきて、インサイツ効果、こんだけで黒金入れのね、あの効果使い回せるわけですよ。これがなかなか強いですね。はい、あ、今あれか、一応あれか、黒、ブラック、ブラックメテオの方が良かったかもしれない。でバレルエンド効果対象、バレットを出してリ、シンクロと、はい、これでバレルロードサベージドラゴン、一応エンドサベージが一応これで完了しました。ほい、でですね、スピリッツで蘇生したレッドアイズを対象に、ドラゴンズバインドをぶち込むことによってで相手の特殊召喚を結構制約してくる、いくという話がありますので、まあ、フェンリルはユニコーン出せちゃうんですよね。これユニコーン出せちゃうのがちょっとだけキモいでドロフェ、クショトリラケアで増殖するとぶち込んでいく。おっと、墓穴か、穴か、いやまあ穴スルーでいいんじゃね、穴はスルーでいいだろう。いやこれまあマストカウンターまで取っとくか、一応サベージここで使っちゃうのちょっともったいない気するんで、ブラックドラゴンも超激レアモンスターだぜ、超超超超超激レアモンスターだぜ、やべ、なんかモーニング娘みたいになった、超超超超激レアモンスターいけ、レッドアイズブラックドラゴンアンドリバースカードオープン、うおー、ドラゴンズバインド発動、お前2400以下のモンスター特殊召喚できねえか、よろしくお前2400以下のモンスターは特殊召喚させねえからよろしくな、はい、クソうざいっしょ、ドラゴンズバインドとかいうか、まあ、虚無空間みたいなもんなら実質、まあ、ちょっとレッドアイズの打点が低すぎるってなんだけど、はいかわいそうにね、こういうことしかできないんだよね、2400しか、2400以下のモンスターは特殊ができないから、さすがにまくられねえだろこれ。え？え？は？は？説明しよう。深淵竜アルバアレナトス、このモンスターはアルバスの楽園とドラゴン族モンスター1体以上という劇的にヤバい融合召喚条件をしていて、このモンスターなんと相手のモンスターゾーンのドラゴン族モンスターを墓地に送ることによって融合召喚ができてしまう、あまりにもインチキモンスターなのである。どうして俺だけがこんな目に、一体今何が起きているんだ、おかしい、俺のフィールド上には3体のモンスターがいたはず、どうなってんだこのゲーム。